ちょっと待って、なんでこんな怖い空間なのにすごい癒しな鳥のサイズで聞こえんの大自然かな。まあ、でもこの部屋の外で鳴いてるってことだよな。一瞬びっくりでしょ、この部屋の中から俺聞こえるからさここに大自然が広がってんのかなって一瞬思いましたね。はい、ということで本日はこちら日本の作者様が作ったカイヤというホラーゲームをね、実況していこうかなと思います。かなり面白そうよ、そしてかなり怖そう、和な雰囲気のホラーゲームですね。いつもね、よく利用するサイトからこう探したんじゃなくて、別のサイトからね、あんま見ないようなサイトからね、探したらあったんですよ。うん、かなり面白そうだったんで、行きましょうか。初めから。そう、現段階では誰も動画投稿してないね、これ。撮影時点ではね。うん。WASD。普通の操作方法かな？うん。スペースで、違うね。テキスト送り？ね、これ。テキストをなんか、進めるみたいな？どういうことこれ。うん。行きましょう。やってるうちに分かるだろう。うん。あ、マウス感度は若干いいね。変えよう。こんなもんかな？ OK。では行きましょう。はい。あー、かなり雰囲気。結構落ち着くね。うん。いや、そうでもないわ。一瞬この辺の家具を見て落ち着くなって思ったんだけど、この壁を見た瞬間違うわ。独房ですね、これ。では、参りましょうか。夕方だね。うん。5時半。で、このホラーゲーム、どういうホラーゲームかって言いますと、7日間怪奇現象が起きる部屋で過ごすっていうホラーゲームらしいですね。うん、死ぬ。そんな過ごしたら死ぬ。うん、呪われ死ぬよね。そう、このアパートに一室かなんかで7日間過ごすんだけど、ただ7日間過ごすだけじゃないのよ、このゲーム。うん。怪奇現象が起こる根本的な原因を突き止めなくちゃいけないホラーゲームらしいですね。はい、あ、開くんだ。うわぁ、これ絶対なんか来るじゃん。うん。7日間毎日、いろんな異変というか、怪奇現象が起きるから、その怪奇現象の原因を突き止めるっていうふうにね、ありましたが、どう進行していくんだ？これは読み物かな？あ、そうだ。この部屋は何かがおかしい。現実ではありえない現象が起こる。おう。どうやらその現象を起こしている原因となるものがこの部屋にあるようだ。なるほどね。その原因となるものを記録することで明日へと進むことができる。記録。7日間を無事に超えれば、この、部屋から抜け出せる。うん。てか、これ、スペースでテキストが進んだんで、多分テキストを送るってそういうことか。なるほどね。怪奇現象の原因となるものを見逃せばきっと助からない。おお。的確なものを選ばなければ、そう、その怪奇現象に対して的確なものを選択しないと死んじゃうみたいな感じなのかな。行きましょう。なんかあるよ。あんななかったよね。こんなもんなかったよな。ん？ないものがいっぱい増えてる。これもなかったね。錆びた包丁だ。もう何も切れそうにない。ん？包丁。あ！記す、記さない。え？あ、記さないってやればまた見れるの。暗い！え？なんで？明かりは？これすげえ、めちゃくちゃ面白い。いいね。300円で買ってきたんですが、大正解のホラーゲームだと思う。これやばいな。今鳥肌めっちゃ立ってる。こっから聞こえない？押し入れの中？お邪魔します。いねえじゃねえかよ。どっから聞こえんだこれ。え？ギー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 聞こえたよね。ん？ん？ねえこれ。あれ？スコップ？あ、ショベルじゃない。よく見ると手、持ち手の部分がない。え？なんで？記さない。持ち手の部分がないスコップ？不便でしかない。ん？あ、しかもなんか、閉鎖感ない、ここ。木の板で閉じられてるよね。え？なになになに？音がもう聞こえなくなったよ。ギーギー音が。ん？ねえ、ほら、傘？傘だ。中の、金具が少し折れ曲がってる。はい、え、なんだろう、今のギーギー音に対してこのアイテムたちを選ばないといけないの。むず、何がギーギーになってたのこれ。ん、あ、ひょっとしたら鶴音かかもしんないな。鶴音、これは何なの。うん、はい、一切ぶつかった痕跡がない。ん、なんだ、適切なものを選ぶ。
何が適切なのかマジでわかんない、これ。あ、またある。これだ、これだ。締められた縄だ。人一人ぐらいなら簡単に引っ張れるぐらい丈夫だ。これですね。シルス行きましょうか。なるほど、縄か。そういうことね。あ、済んだね。なるほど。今の失敗したらどうなんだろう。戻るのかな。うん。はい。え、この先行ける？行けない。何？いやいや、怖いよ。なんでそんな鳴らすの？います、います。出るから。もう行って。え？もう行って。もう行って。なんでそんな鳴らしたの？うわ、もう、なんか、え？どん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 連れてる。これ、出れないもんね。出てあげたいけど。いい、お互い同じ気持ちいいもん。同じ気持ちで叩いてるから。うん。どうすんだろう。トンカッチやる。これ、撲殺する一音力多分これじゃないよね。立派なハンマーだ。強く叩いてもビクともしない。え、これかな？ん？ヒルツはね。ずっと叩くじゃん。これは？卵？今にも帰りそうなくらい戦い。え、なんで？どういうこと？これ、なんで？なんで卵なの？これは？ドール標識。この標識は何を意味してるんだろう？わからない。知りつかない。なんで叩くんだろうね。何これ。燃料タンクだ。タンクね。こぼしたら大変なことになりそうだ。そんなものを横に置くな。危ないよね。ジャボジャボ出るよ、これ多分。うん。もう閉まんないね。あ、ここに来るとどんどん音が聞こえない。あ、でもまだ入れてるね。時間かかってない。これは？なんかの薬、英語で何か書かれてる。飲むのやめておこう。うん。え、わかんない。なんだろう、あ、なにこれ。ライター。未使用のライターだ。まだ中身の燃料がいっぱいだ。うん。燃料だらけだな、この部屋。うん？チューズでどうすんの、これ。これ物以上かな。以上だね、多分。ん？どうすんだ、これ。あ、ここも取れるんだ。ハンガー持って。わかんねえ。なんで叩いてんだこの人。叩く理由。卵があるからお母さん鳥が来てんのこれ。どういうこと？急いでるから薬がないと大変みたいなパターンか。これ？これにしますね、じゃあ。はい、行きます。どう？進むかな？あ、進んだ。いやでも、間違っても進むっていうパターンがあるから、ん？なんだそれ！行こう。これ定期？いや、多分死ぬよね。気になるなぁ。まだ日が浅いから行ってみる？行きましょうか。どういう風に死ぬんだろう。行ってきます。あ！何？バッドエンドだよね、多分。インターホンになってる。うわ、ちょっと待って、これすげえ怖え。いいね、いいね。インターホンになって死んだよ俺。あれ、なんであれインターホンを押されたんだよね最後。これ怖くない？誰いる？うん、なんかこっからも落としてる。え、なにこれ。レーザー放たれたみたいな。はい、全部開けましたね。こんな暗くなかったぞ。どうすんのこれ。真っ黒な石だ。見てると引きずり込まれそうになる。獄門鏡の一種かなこれ。獄門鏡に適してんだろこれ。あっ、繋がってない。何この線。ん、なんか引きずってる音するよね。亡くなっちゃった人をここに引きずって入れたみたいなパターンかこれ。ん、ちょっと待って、マジで面白いこのゲーム。買ってよかったな。少量の釘だ。先端尖ってるので注意が必要。はい、釘ね。釘で刺されちゃって亡くなった人の現象かこれ。テープもあるよ。うん、革のテープ、かなり分厚い。一体 何の革でできてるんだろうか。うん、なんでしょうね。何の革、人間、うん、でも今の言い回し的にありえるよね。ハサミだ。周囲に紙片が散らばっている。うん、これについてしですか。いや、いいです。あ、またある。これじゃないよね。
うん、なんだろう。あ、何これ。はい、野球用のバットだ。使い古されてるようだ。これでボールを打てば遠くまで飛ぶだろう。うん、言うてる場合か。今目の前とんでもないこと起きてん。なんだこののんきな主人公は。お前をこのバットで吹っ飛ばしてやろうか。なんだろうこれ。5本線があるから。ちょっと待って、釘かな。何本ある ?1、2、3、4、4本。あ、待って。1、2、3、4、5本ある。これだ。多分これじゃない？行こう。もう勘でしかないもんね、このゲーム。いける？うおー、なんで？ダメだったのこれ。押し入れの中に入れられたよね。あー、ダメだったんだ。面白い。でも、これ、ミスして、繰り返していけば多分、進めるから、割と、後半余裕かもね。そう、最初は大変だけど、後半、何これ、さっきそこに貼ってあったよね。あ、なんかいる。ほら、白いのが。ん？この絵は俺についてきてんだね。ドラクエだ。豆電球。内部のこれではないよな、多分。うん。で、鳥。こっちが。うわ、来てる来てる。これ当たったらどうなんだろう。なんもなんね。この中は？あ、なんかある。うん。古びた双眼鏡だ。これを覗けば遥か遠くのものも見えるだろう。あ、これ？うつけ！この円の中のさ、人っぽい、人影っぽい、人影なのかなこれ。白いさ、もやし。このもやしっぽい何かを覗くみたいな。ん、ラジオが、なんかあるよ。ラジオが。電源が入ってる。いや、これじゃないだろう。なんだろう。この辺は？あー、ある。またライターだね。うん。お、これだ。いる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 。超地形。これだね。行きましょう。あれ？ちょ、やめて。一回こっち来て、あんた。うん。来てもらって、時間制限ないよね、これ。はい。これだ、これ。行きましょう。シルス。どう？この人何の係があるんだ？行きましたね。よし。あれ？こんなんなかったぞ。あったっけ？あれ？ん？多分ないよね。これ。意味ねえもん、しかも。あ、やっぱり。鉄のはしごだ。はしごが、続く先はない。ね。かなり不気味だね、このはしご。何のためにあるはしごなのか。で、ロープ。はい。これ違うだろうね。これ何？カメラだ。監視カメラだ。どうやらすでに壊れてるようだ。うん。こんなか？なんもない。タイヤが、あ、これなかった。あ、エアパスだ。帽子だ。俗に言うカーボイハットだろうか。うん。何これ。古いタイヤ。ゴムの部分がかなり傷んでる。うん。あ、鍵もある。何これ。錆びた鍵。錆びのせいで鍵としての役割果たせない。何が正解なの？なんだなんだ？これは？あ、これ違うんだ。これ手紙は変わんないよね。一緒だね。ここも開かない。え、なんだろう。いいじゃん、いいじゃん。はい。待って。この絵増えてるよね。あれ？あ、鳥肌立った。この絵もついてくんだ、ほら。ここにあったよね。あ、消えてる、消えてる。あの写真に関わる何かだよね、多分。次どういったの？これは？うん、ポールね。え？あのなんか、青空広がる写真。うわ、変わってる！何これ？ちょっと待って、このゲームマジクオリティ高い。すげえ面白い。え？こんな細々としたところも、こういうイベントがあるんだよ。このゲーム。すげえわ。ちょっと待って、本当に。みんな概要欄にこれ URL 貼っとくから買って遊んでね。マジいいわ。移動してる。うん、この防戦どんどん増えてんだよね。え、何がいいんだろう。
うん、懐中電灯ではないよね多分。ん？写真だからか、カメラか、これか。うん、これ行きましょう。なんか防犯カメラの映像がそこに映ってるみたいなさ、これでどう？いけた？あ、いけた！よし！いいぞ！かなり面白い。お！なにこれ？また違うパターンで開いたね。うん、バラがある。1、2、3、4。4本ずつ。これ本数が関係してるとかあるかな？あれ？俺閉めてないからね。なんでこれ自動止めなの？うん、あ、下側もある。うん。あれ？増えてない？あれ？これなかったよね？閉まって開いたら増えんのかな。どうだ、来い。増えてる。増えてるね。うん、これ何、あ、マッチか。燃やそうかな。失礼しました。はい、なんだろうねこれ。どんなメッセージをこのお化け。お、綺麗。何これ、癒し要素もあるぞ。うん、バラね。うん、これだよこれ、絶対これだわ。ジョウロだね、未然に使う。はい、これいきましょう。これだよこれ。どう？あ、すんだすんだ。4日になりましたね。これは小銭。うん、5円がいっぱいあるのかな。あ、違う、銅銭だ。昔のお金ない。いや、とりあえず記さないで。うっ、ぺっ、やめてくれよ。なに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 、これ近づいていき、何見てんの。うわー、こわっ。うっ、何、何をしたの今。ガシャンって言ったよね。またマッチある、空のマッチだ。うん、いやいやいや、これ怖いよ。かなりいいけど、だいぶ近づいても何もなんねえ。なんだろうこの姉さん、綺麗な顔してるよね。ねえこれ、これで綺麗な顔をもっと近くで見るみたいな。窓なりでこの双眼鏡を使おう。これを覗けば遥か遠くのものも見える。うん、これは使用済みの乾電池。この大きさの電池は何に使うのだろう。はい、懐中電灯かな。なんかありましたよねさっき、ライトみたいな。卵、卵、またこれ何なの。卵食う卵食いたいのかな。傘もあるね。じゃ、うわお前だったのね。え、さっきガシャンって言ったのこの子。うーわ、なーにやってんなんた。二人リューマン、やべやべやべ。これ開けられる、無理だね。うちか。え、どうすんだろう、何が正解なのこの子。ん、いやこれマジで作った人本当俺押したい。ちょっと待って、かなりいいゲーム見つけた気がする。これやばいって。うん、いろんな方がねこれからプレイすると思うけど、俺がさっき失礼しました、調子に乗ったんですね僕。うん、あ、これ何、かなり大きい岩だ。部屋の中にあるのは不自然。うん、確かに。え、わかんねえ。お姉さん何求めてんの？日傘？うん。いや、わからんわからん。何が正解なの？せっかくここまで来てからね。慎重に行きたいけど全然わかんねえ。何を求めてんだい？あなたは。うん。傘かな？卵？卵ではないだろう。岩？これ？これで行く？いやでもなんか昔の効果っぽいから、昔しかないよねこの人。傘かな。うん、雨の音とかねしてればいいんだけど。待って、外からも見てる、何これ。こっち見んな、すげえ、ようできてんな。うん、これでっかい目になってるよね。うん、何が欲しいの、直接聞く、何が欲しいんだ、言ってみろこの野郎。うーん、傘で行くか。
傘。これで多分失敗するだろうね、これ。あ、やっぱり何ここ、はあ。なんで襲われたの俺。わからない、もっと教えてくれよ。1に戻りましたね。銃、おもちゃの銃か。はい、お、ペタペタシャーシャー聞こえるよ。なに、徘徊してるやん、なんかこの辺。おお、なんかハンバーグ作るような音してる。ひき肉パンパンしてたよね今。うん、ほらほら。向こうに料理長がいる。なにこれ、あ、これっぽいね。靴っぽくない、ブーツの音。これ主人公をついてきてる、後ろにいる、追ってきてるねこれ。面白、逃げろ逃げろ。これは豆電球、どんだけ走んだお前、やましって、うん、いっぱいついてきてるね。かわいい、液体が入ったボトル、うん、まあこれでしょう。行こう、あ、待って、一応こう見るか、なんもねえわ。うるせえうるせえうるせえ、入れ入れ、もうここに頼むから。行きます、はい、どうだ、いけるかな、やかましいな。あ、いけた、これでいいんだね。うん、あ、またこれ来たよ。うーん、あ、傘もある。あ、また君、チャンスチャンス。何が正解なんだろうね。さっきある中に正解があるってことでしょ。じゃあ今回新しいものには正解がないってことだよな。うん、マッチはなかったよね。あったっけ、あったか、うん、あったね、これもあったもん。来ましたね、また。てか、ここにも顔ある。別の顔っぽいものがあるね。卵？まさかの。違うでしょ。なんだろう。お金、岩？なんだ？岩あげる？お金にしてみる？まずじゃあこれで。行ってこい！どうだ？あ、ダメだ。お金もお望みでない。さあ、また新たな1日目が来たよ。何これ、これやり込み要素ありそうだね。あ、筆か、はいよ。ペチャって聞こえたね今。ね、何これ、さっきのあの白い乗ってるね。主人公今乗ったぞ。乗れるこれ、うん、白い手。あ、そっからも来てる。ん、どんどん増えてるね。おお、すごいすごい、かわいい。なにこれ、こっからは、ね、これビブラスラップ、これ楽器なのだろうか。あ、なんかバイーンってやつね。ビブラスラップをいじりたそうな手してるよねこれ。かもしんない、ここからも出てきたね。なんだろう、筆ではないよな。はい、リンゴかな。イエーイ、拍手してる。ん？拍手ってことは？バット？拍手ね。なんかしょ、あ、じゃあこれだ。この楽器で演奏した後の拍手ってことかな。あ、どんどん音大きくなってる。あ、すげえ量の手。どうかな？お、でけえでけえでけえ。この作者さんマジで本当に、あの、人の怖がらせ方知ってる。めっちゃ面白いこれ。どんどんでかくなってる音が。これ以上変わるかな。もうポツンっていう手が出る音しなくなったね。行きましょうか、あれは選択で。はい、ここだ、いける。おい、ましたね。いいのかこれで。ちょっと襲われるシーンもね気になるけど。ん、なんだ、あー、何これ、また手だよ。さっきの白い手とはまた違った。うわ、どんどん増えてる、すげえ。結構でかいねこの手。うん、これは高価そうなペンだ。最近ペンを握る時間が減った気がする。言うてる場合か、ペンなのかな。なんだ、うわ増えてる。 3？
カウントされてるこれ。サンドイッチがある。これ2だよね。反転してるわ。2、3、1、2、3、3、3。パスコード ?4。3がだって2つあるよ。4つだ。なんだろう。手拍子。ん?あ、6もある。サイコロだ。これだね。真っ赤なサイコロ。うん。これ行きましょう。赤山の手形も。これいけるだろう。どう?負けた。あ、なんだこれ。え?踏切?うん。あ、待って。すごい遅くなってる。こっちが行くとね、めっちゃ低速になる。ほら。いけるかな?いや、いけない。おーも。うっ。なんなんでしょう。こう回んないといけないのかな?そうだ。これは?線路、これやん。これや。他になんか異変が、異変というか、おかしな現象起きるかな?うん。まあ、特にないかな。ちょっとしばらくここで聞いてみる?うわ、怖っ。うん。あ、終わった。BGM の区切り終わりましたね。なにこれ?刺さってるよ、なんか。卵もういいよ。ナイフだね。包丁か。はい。では、踏切行きましょう。また4日目行ける。やふい。ちょっとさっきのお姉さんわからないね。30でやられるお姉さん。来るかな?え?何の音?また手形?違うね。ここ?おい、ねえ。また石?あ、俺か。ん?ん?風車ある。何これ?はい。息を吹きかければよく回る。うん。これについて指示しますか?いや、違うだろう。ん?どの辺から鳴ってんだ、これ。あ、違うな。ん?何の物音?いや、わかんねえ。どこで鳴ってんだろう。うん。何のものと?はい。うっ!なんか開こうとした。ん?どこ開いたの?あれ?これ俺が開けちゃいけない場所だった?ガシャ、うわ!錆びてる錆びてる錆びてる!錆び止めは?違う!どんどんでこれ!包丁が上から落ちてきてんだ!面白っ!なんだこれ!主人公の元追ってきてんのかな?うわ、危な!なんだろう?錆びと包丁。癒しを求めて、このスズメ?これは?バット。いや、違うだろう。バットで刃物打つみたいな。なんだろう ?4 日までこれ、新調してきてるね。ん?あ、上もだ。サイコロじゃないもんな。なんもね。あ、ここもだ。あ、顔っぽくなってる、ほら。雲。マジで関連性がわからない。これあれかな?吸い込まれそうっていうふうに書いてあるから、包丁をこう吸い込んでるみたいな。よくわかんねえわ。どうしよう、どうしよう。あの石行ってみる?行こう。これで。いけるかな?知るす。合ってるかわかんないけど。来い!おけど!やば、合ってんだ、あれで。よくわかんねえな。ペイン!刺さったよ、俺。あ、ダメだったの?そういうことか。なるほど、面白い。正解だよって見せかけて、油断した瞬間刺さっちゃうんだ。すっげえ。なんだ。明かりが消えたぞ。うわぁ、すごい!お札が。うん、こんなか?あ、包丁またある。なんだろう。てか、さっきのさ、包丁振ってくるの、この包丁じゃないの?うん。あ、またついた。風車か。なんだろう。電気が消えるから。これだ!多分そうだね。
もうちょっとでも見てな。どうかある？あれ札ない。え、札が出たり消えたりするのかなこれ。あ、そうだ、なるほどね。いや面白い、これマジで面白い、超好きですこのゲーム。いや坂下さんありがとう。これ行きましょう。はい、いやもうこれだからね、ホラーゲーたまらない。お、電球だったじゃない。そしてまた来たぞこれ。これ怖いよね。うん、あ、勝手に焼いてるからこれだ、多分そうじゃない、引き寄せられるだもんね。他なんも、あ、ちげえわ、これだったんだっけ。行きましょう。どう、あ、あ、ごめんなさい、完全に間違えた俺。ちげえわ、やっぱり引力だってるやれ。うん、同じ間違いしちゃった。まあこんなこともあるよね、許してちょうだい。そして何これ、霧がかかってるよね。うおー、燃えてる燃えてる、これ燃料かな、ガスタンクある。やばいやばいやばい、時間は、液体が入ったボトル、これ違うね。何、出火原因はこれ、これ懐中電灯だもんね。今明かりいらないだろ、こんな明るいから。マッチだマッチ、なるほど、空ってことはそういうことなんだね。なるほど、これ背景もよく作られてるかもしんない、考えられてるね。何これ、傘めっちゃある、これが傘、この上ないぐらい傘にもう困らないね。これ薬ではないよな。これは湿ったタオル、雨の匂いがする。あ、これかな、雨の匂いがほのかに変わる、これっぽいね。うわ、どんどん降ってきてる。赤い傘だ。ねえ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 、何それ。ん？あ、変化してるね。あ、どんどん色づいてる。うわ、何これ面白い。なんやねん。ん？なんか音聞こえる。何？え？なんかさささささ聞こえない？うん。ちょっとね、あの怖い現象も一緒に味わいたいからね、ゆっくりもう噛み締めてるから俺このゲーム楽しんだもん。すぐこれ言ってもいいけどね、それだと淡々としちゃうからさ。はい、標識ではないもんな、これ全部落ちちゃうとどうなんだろうね。あ、でも待ってらんねえかよこれは。うん、行きます、これね。はい、どうだ、受けたね。でもまだ油断できないよ、やられる可能性があるから。来た、行きましょう、今度こそね。はい、シルス、どうだ、いけるかな。お、いけた、これだったんだね。うん、靴がまたあるよ。はい、なんもない。うっ、なになになに、これ逃げろ、逃げろが追ってきてるこれ。嫌だ。え？文字が消えてる。うわ、すごい。嫌いだ。そんな。嫌いだ。そんな。なんで？何やったの？これなんだろう。これではないね、多分。記さない。これ筆？あ、筆か。これは違うもんね。なんだろう。ライターがある。これもでも違うよね、多分。何が正解なんだろう。これかこれ？逃げろ、嫌いだ、言われてもね。え？メガネ。レンズがかなりやった。これだ！これがあれば何でも見えそう。多分これじゃない？嫌だ、逃げろ。なんか、目が悪いっていうのが原因で、なんか、いじめにあってたとか、そういうパターンかな。どうだろう、わからない。いやでも楽器を弾いて、いやそれはないか。これでいけます、メガネ。どうだ、いまいち関連性がわかんないんだよね。あ、合ってんだ。5日目、ジョーロがまた来た。んねえこれ、こんなんなかったよ。豆の缶詰、おそらく非常食だろう。近くに缶切りがない。他は、あ、これあれだよね、蓋が固く閉まってるボトル。うん、何のボトルなのこれ。お、
これはペンだね。まだ怪奇現象起きてないこの部屋。5日目の部屋は何もなし。なんだ、おお、何それ、人が落ちてきてる。いや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 、卵じゃないよね。え、何今の、頭っぽくなかった。ほらほらほら、あ、スズメ、あ、でもスズメの大きさじゃない今の。さっきのさ、あの人形サイズだったよね。え、でもないよこの空間には、スズメはもう。え、ほら、なんか鳥っぽくない？いや、わかんない。あ、歯車、いやいや、わかんない、歯車ね。何これ、ライター、これは砂時計。あ、上から降ってきてるからこれだ。砂が常に落ち続けてる、多分これだよ。いけますよ。え、自分でもわけわかんない、ボコボコ出ました今。いけましょう、これ、これね。上から砂が落ちるかのように天井から物落ちしましたもんね。いけました、これでいいんじゃない。ん、何の数これ、数音するよこれ、向こう側から。あ、なんかチェスチェス、今い、あ、砂嵐、そこも、あー、パソコンもんだ。どうしようどうしよう、タイヤがある、かわいい。何なのこれ、ハンマーかな、ハンマーで割るみたいな。あ、ここなったね。こっちは、あー、かわいい。何これ、癒される。まだこれ油断できないよ、何が来るか分かんないからね。いや、不気味だな、ほんといいゲームだわ。あ、あ、革のテープ、うん、人間の皮かもね。いや、わからん。これは使用済みの電池。この大きさの電池は何に使うのだろう。電池かな。いや、ハンマー。どうしようかな。チェスじゃないよね。チェス俺わかんないね。やったことないから。豆の缶詰のロゴとか違うよね。ハンマーで割りましょう。標識、え、標識かな。え、むずい。非常にむずい。なんだろうなんだろう。ハンマーで行くか。行きましょう。6日目だからね、もう。うかつにはいけないけど、うかつに行きます。え、あ、7になった。あ、ダメだ。これダメだ、多分。アウトじゃない？決めてるって。あ、待って、これさ、分かったわ、ノックされるよねこれで。この後このノックしてる側がこのハンマーで侵入したみたいなパターンじゃないのこれ。いきましょう、多分いけるだろこれ。来た、徐々に分かってきましたよ。お、何鳴ってる鳴ってる、なんか文字化けしてる名前が。いい名前、個性的な名前だね。メッセージが届きました。お、来ましたよ、ほらこれ。どう見んの、見れない。メッセージが届きました。怖え怖え怖え。このさ、メッセージが届きましたのこのアナウンスがちょっとずつ早く、岩だ、ちょっとずつ早くなってんだよな、このメッセージの送信速度も。よくできてる。メッセージが届きました。わかったよ、なんだろうねこれ。ハット、メッセージが届きました。お守り、はい、お守りなのかな。メッセージが届きました。なんか物がいっぱいあるから、メッセージだからこれか、高価そうなペン、これいきます。メッセージが届きました。他道を見ようね。これもう押せないの、無理だわ、怖えな。なんか変わる。メッセージが届きました。何もできねえ。高価そうなペンかな。メ
ージが届きました。わかったよ、今食って。早くなってる、なんか。ん？あ、でも音声変わってないか、早くなってないかな、これ。ペンでいきましょう。いきます。あ、リサン飛ばしてた。右下にこれメッセージ来るが見えない。メッセージが届きました。これで、あれ、こうだ。どう、来い。やった、合ってるね。あれはペンなんだ。これ何、うん、あれ、この、おお、来た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 。君ね、君わからないね、未だに。うん、傘じゃないでしょ。マッチでもないだろう。お金、お金でもないんだよな。でもこれめちゃくちゃ見てるから、双眼鏡っていうパターンあるんじゃないかもしんない。これ行こう。見てるもんね。どう、あ、来た、これでいいんだ。わからないよ全く分かんなかったな。はい、なんもないね。卵、何これ。おお、ピヨピヨ。何この子、落ちてきたのかな、また。あ、多分そうだ、上から落ちてくる。え、うん、追ってくるように落ちてくるね、これ。なんだろう。あ、卵じゃない、これ。滑り込んできてる。卵いきましょうか。これで帰りそうって書いてあるもんね。死ぬ、かわいいな。開けた、これで合ってんだね。待って、この位置にハンマーってことは来るかな。ニコちゃん、やっぱりニコちゃん。どれだこれ、ハンマーではないね。カーンテープ、チェスなのかな。わからねえ。サイコロでもないだろう。車タイ、いや、わかんねえな。これは電池かな。こ、切れてるもんね、砂嵐で。これでいこうか。はい、どう、開けた。いや、でもまだわかんないからね。あー、ダメか。電池でもないんだ。チェスかな、やっぱ。あ、チェスがある。これヒント教えてくれてんのかな。そうかも。なんであれがチェスなのわかんない。チェスでなんかああいうキャラあんの、わからない俺。またどんどんいってるね。どんどんのパターンはこれ手堅いかな。あ、違う、違うんすね。あー、ナイフね。ナイフはどうすんの、これ引力じゃないもんね。これでもないやな。ナイフ飛んでくるから、鍵かな。危な、目の前刺さったよこれ。なんだろう、また錆びてきてるわ。さ、あ、錆びだから、錆びた鍵これ。嘘でしょ、いける、いけたね。これでいいんだ。何これ、扇風、ぶっ刺さってる扇風機上に。何これ、あ、設置されてるわ。ねえ、わかんない、わかんない。ブンブンいってる。ブンブン、あ、ブンブン、このスズメか、これだ、これ。多分この風車、多分これだね。風車行きましょう。はい、合ってるね。3日目来ましたよ。何これ、映ってるよ、ここ。どういうこと、ここがこう映ってるから、カメラがこの辺にあるってことだよね、これ。何これ、開けていいのかな。開けます。なんもない。ああ、ちゃんと反映されてる。ほら、開いてるもん。乾電池じゃないよね。乾電池。あっ、なんか映ってる。
モニターの中でしか映んないものがある。ほら、何これ。ん、ないね。どんどん増えてる。逃げ早み琥珀主を追ってたあの紙が、多分このハサミじゃない。うん、そうだよね。紙片がばらついてるから多分これだろう。聞いた。ん、熱盛が始まりそうな BGM 流れてる。え、うん、これかな。うん、電源入ってる。あー、おかしくなってる。あ、でもこの辺から聞こえんだよね。う、暗くなってる。怖い怖い怖い。どんどん狂ってきてるね。うん、多分ラジカセだろうね。どうなるかな、気になる。怖い怖い、遅い音が。もう遅くなんないかな。では行きましょう。はい、これね、シルス。いけたね。さあ来ました、ニコちゃんが。レンチでもない、ハンマーでもない。なんだろう、標識かな。豆の缶詰。豆の缶詰もよくわかんねえな。なんだろうこれ。標識、標識でこういうのはないもんね。チェス行きますか。わかんねえけど。はい、なんだこれがチェスなの。合ってるね。誰だお前。T ポーズしてるね。ゲームキャラのデフォルト設定のポーズしてるわこれ。何してんの。ノイズ走ってる。当たっても何もなんね。スタイルいいな。やった。なんだろう。おお、すごい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 。どうしたどうした。大丈夫。これ上に発射とかしないよね。発射しそうなんだけどこの人。うんね、これ。大きな雪玉。え、なんだろう、震えてるから雪玉が関連してんのかな、かもしんねえ。他は、あ、これ違うもんね。これでもないだろう多分。行きましょうか。あ、傘もある。まあこれだろう。行こう、頼むよ。シルス、6日目だからね。まだ死んでもどういうふうにやられるのか知れるからね。いけたかな。7日になりましたよ。ん、あ、スマホになってる。来た、成功だこれ多分。やふい。ね、あ、ペン、あ、やば、ペンだこれ。いけるよこれ。クリいっちゃいますよ。いいんすか。一応メッセージとか来てからにする。岩もあるね。行こう。メッセージが届きました。はい、よし、ペンでクリアだよ。なんだもこれ。シルス、メッセージが届。どう、おお、いけた。ほい、ゼロに戻ったもんね。うわー、来たー。ん、ノットクリアだの。ああ、なるほどね。全部もう回収したんだ、異変は。うん、行きましょう。やったー。面白かったこれ。おー、終わった。ホヌンさん、サンキューオープニング。こちらこそありがとうございました。作者さんありがとう、ホヌンさん。うん、でこのホラーゲームのすごいところは、まず一つ、ジャンプスケアに頼ってない。あと人間の心理に基づいてじわじわ怖がらせるのがね、すっごいうまいんだよこれ。めっちゃくちゃうまかった。うん、なんかホラーゲームやり終わった後うまかったっておかしいのこれ。異常者みたいになってるもんな。おかしいよね今のコメント。いや、すごいお上手ですこと。うん、よかったですね。皆さんもでも怖いって思ったでしょ。うん、なんかすごいめちゃくちゃリアルな世界観に頼るわけでもなく、古き良きのこのグラフィックでやってるっていうのもなおよしって思いましたね。うん、誰だよ俺。まあ個人の感想なんでね、僕はそう思いました。皆さんもこのホラーゲーム概要欄に貼っとくんで遊んでみてくださいね。
いや面白かった。今年の夏はかなり暑いね。いろんな面白いホラーゲームが出ますから、皆さんは楽しみにしててください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。